あ、フィールさん、こんばんは。おすすめのサビキ教えてくれませんか？サビキ。サビキ。サビキか。サビキ？ サビキでしょ？サビキなんて。サビキなんておすすめもクソもなくない？どうなんだろう？どうなんだろう？サビキっておすすめもクソもないよな。何でもいいとは言わんでください。いや、でもマジ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 。なんだろう。どれがいいというよりは、なんて言えばいいのかな。俺もこの前、円筒箱でいろいろ買ったからあれだったんやけど、餌何にするかと、あと、釣りたい魚の、なんだろうな。釣りたい魚の針のサイズ。釣りたい魚の針のサイズで、いいと思います。メーカーとか云々よりは、俺はもう魚費の、何やったっけ、俺何買っとったっけな。俺、ササメとかだったっけな、確か。何でもいいわいと思って、釣りたい魚の、サイズ？サイズで買ったから、そう、俺、カマスにしとる。俺、カマスの、魚皮付きの、カマスの、なんかクソでかいやつ。餌とかなくてもぶっちゃけ釣れるから。投げ竿で、このね、餌なしの、カマスの4本針からやったっけな。あいつを、思いっきりクソほど遠投して、まあ言うても飛ばんから、そんなんなんだけど、飛ばして、で、もう、これでもかっていうくらいに、で持ち上げて、で、キラキラキラってフォールした時に来る、食うん。この間やった時に同じサビキ釣りだったのに、自分の足元にもいるの、隣の一人だけ釣れなくて。それは多分サビキ云々というよりも棚だと思います。棚。棚。それ狙ってる棚の問題だと思いますよ。レンジレンジ。多分、狙う場所の問題だと思いますね。高さの問題。だって、当たり前だけどさ、この下かごタイプだったらさ、変な話ね。下かごタイプだったら、当たり前だけど、餌は下に落ちるわけやねんか？だから、この下の方に魚がわーって寄るわけよ。そのために、上に持ち上げて、スノードームみたいにさ、ね、スノードームが、ね、ひっくり返して雪がさらさら落ちるようにして、ぐーっと持ち上げて、この下かごを上まで持ち上げて、下ろす、で、重りついとるから、仕掛けはストンと落ちるねんか。で、このね、針のところに、サビキがさらさらさらっと雪が降るように落ちてく。っていうので、紛れ込ませて、魚にパクッと食わせるっていうのが下かご式らしい。だから、魚のレンジにこのカゴを持ってったらダメなんですよね。ね。魚はその下に行くわけだから。だから、みんな上から餌振りまいとって、その隣で連れとった人たちは、多分、いっぱい沈めたんじゃないかな。よくわからんからっつって。とりあえず沈めちゃえっつって。それが、みんなが餌まいとって上から落ちてくるのにちょうど噛み合ったみたいな。だから、上カゴなんかは、もうなんか、ふるいを振るようにさ、トン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 みたいな感じで、ね、落としてきゃいいだけの話やから。だ多分、レンジの問題と、どの仕掛けを使って、どういう風に釣るかっていうのが大事やと思いますよ。だから、レンジの問題だと思うけどな。だって、網姫使っとりゃ大体釣れるじゃないですか。餌作るんだったらね。やっぱ匂いとかっていうのは偉大でさ。あとなんか流れにもよるしね。当たり前だけど。で、魚が上流におって下流で餌撒いても上から魚って降りてくるわけじゃないじゃないですか。
流れってのがあるからさ、特にああいうちっちゃい魚、アジみたいなちっちゃい魚っていうのは流れに乗って長距離移動する魚だからさ、うん、だから立ち場所っていうのも重要だし、うん、流れをねちゃんと見て、イカとかもそうだしね、やっぱ人が混み合っとるところは、上流、上からじゃないとね、炭がどんどん下流に、てかね、下手側に流れていくから、それ見てさ、あ、上流でなんか悪いことあったんだな、つって逃げよう逃げようってなって、イカもそれで釣れんくなるからさ。だからイカなんかは、ダウンからゆっくりゆっくり釣っていくと、数釣りができるよっていうのもあるんだけど、だから多分そういう要素が噛み合ってるのかな。足元ってことはやっぱり流れが回るから、うん、その足場があってね。うん。流れが回っとるから、多分、だ変な話、フィールさんが巻いた、逆にフィールさんが上流で、結構流れが効いとって、フィールさんの巻いた、その餌とか匂いとかに寄せられてアジが来て、みたいな。ってのもあるし。うん。だから、仕掛け云々というよりはどこ狙うかって話だと思いますよ。特にあんだけはね、ちっちゃいからさ、そのなんか上から下へとね、縦方向にギャーって動く魚でもないし。うん。その点、カマスなんかは楽だよ。カマスなんて振っとるだけでいいもん。キラキラしとったらカマスって食ってくるからさ、アジとかと違って。うん。メタルジグチョンと投げて、ドゥ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 ってなんかね、トゥイッチしとるやね。勝手に釣れるからね。うん。多分それでいいと思いますよ。あとなんかあった？